はい、こんにちは。すくきわかめと申します。それではもっとモテる男になるためにマイネリ別売から乙女心を学んでいきたいと思います。おそらくね、今回あたり最終回になるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりジークリードの野郎がね、黒幕でした。で、まあ人を人とも思っていないようなね、くそったれ発言があり、もう僕はやめないよと、僕を止めたければ殺すしかないって言ってるんで、じゃあ殺しましょう。そんなこと言っちゃダメだよ。え？君だってかけがえのない一つの命なんだから。神谷君、君はおかしなことを言うやつだね。本当におかしいぞ神谷君。僕を許すというのか。許しちゃうの？許すも許さないもないよ。僕にはそんな権利はない。十分権利お持ちだと思うけど。だったら何なのさ。うん、何？ただ僕は命を粗末にすべきではないと思うだけだよ。優しすぎるぜ君は。今ならまだ間に合うから、生きていれば償うこともできるから。償う気ないよ。だってこいつやり直すこともできるから。もうやり直せる？考え変わる？だからどうかね。お前は悩んでるふりだな。ほら。何がおかしい？なるほど、そんな考え方もあるんだね。面白い、すごく面白いよ。十人トリロや。カロサ、もう言うだけ無駄だと思うぜこいつ。だけど。はあ。僕は今さら生き方を変えることなんてできない。でしょうね。自分の生き方を改めるつもりなんてみじんもない。そんな気はしてた。そして僕はここで死ぬつもりもないんだ。お、戦うしかないか。じゃあクローンども総統たちを足止めしろ。ミニゲーム食っかな。了解した。ねキャッ、なんで真っ先にワカメを狙う。危ない。大丈夫です。ジークリード、貴様、お前女の子をさ真っ先にやるの本当良くないと思うよ。おのれ、逃がすか。おい、ヒットラエロ。ちくしょう、邪魔すんな。やっちゃえ。くっ、カロッサのやつが。お前は口だけじゃなくて動け。残念ながら今回は僕の負けみたいな。何を思って負けだと思ったの。だけど僕はここで死ぬわけにはいかない。え、何をするつもりだ。何が起きてるのか分かんないから、ここアニメで見たいな。眠るのさ、次に僕が必要とされる時まで。いや、お前じゃあそれ永眠になっちゃうよ。もう誰も永遠に必要としないぜ。おやすみ。待て。いや、寝かしてやればいいんじゃない。お前もうすげえ顔だな。離せ。捕まってたよ。みんなルイ様の複製に邪魔されて、動けるのは私と神様だけ。お前捕まってたんじゃないのか。待って、行っちゃダメだ。え？どうした？大丈夫？神谷様、しっかりしてください。大丈夫？本当に？神谷様、すごい汗、熱もひどい。この土壇場で。僕よりも彼を、カロッサを。追っていいんすか？行っちゃって。待ってって言うから待ったんだけど。さよならだよ神。寝かしてやりゃいいんじゃないの。扉がゆっくりと閉まっていく。君ともっと早く会えていたら、もしかしたら。ん？カロさん。いや、もっと早く出会ってたとしても奴は変わんないと思うけどね。君との会話は
なかなか楽しかった。興味深かったっていうだけなんだろうけどね。また会えるといいね。こんな結末か。カロッサ、とりあえずミニゲームがなかったことに安心してる僕がいますけど、なんか釈然としないな。そしてジークリード・カロッサは分厚い鉄の扉の向こうに消えていった。やがて時が過ぎて、無理がたたって入院されていたカミュー様が本当に元気になった頃アイザックな。よ、お嬢ちゃん。なんでお前もキラキラしてんだよ。え、アイザック様、しばらくお会いしませんでしたけど、どうされていたんですか。ああ、ちょっとイギリスに帰ってたんだそうなの。いろいろとやるべきこともあってな。殺し屋倒したか。そうだったんですか。お見かけしなかったからちょっと心配していました。そうか、それは悪かったな。いや別にいいっすよ。いえ悪いことはありません。いつものアイザック様とお会いできて嬉しいですお嬢ちゃんは相変わらず優しいな。神谷君に似ただけだ。まるで女神様みたいだぜそう、ありがとう。ふふ、いつものキザなセリフも絶好調ですね。本当なんだかな。お世辞だと思われてんな。はいはい。ところで今日はまたお仕事ですぐにお出かけになるんですか。ああ、まあなんだ。何、しばらくこっちにいんの。ちょっとな。はあ。ん？どうした？ん？どうしたのかしら、アイザック様。いつもみたいにパッと喋ってパッと言ってしまう時とは雰囲気が違うような。そういや、カミユは元気かい？一応回復したみたいですよ。あら、アイザック様はご存知じゃなかったんですか。今はすっかり回復されてとても元気ですよ。ん？でもすぐに平和活動に専念されて、最近はすごくお忙しい毎日でちょっと心配です。お前は何か喋れよ。なんでてんてんてんて。だから私もしっかりとお手伝いをしています。あれ、さっきから私ばかり喋ってるような。今日のアイザック様はなんだか無口だわ。お前カロッサの複製じゃないだろうな。アイザック様今日は元気ないですね。そうか。どうした。あー、なんていうか。どうされたんですか。なんだか変ですよ。あー、もうやめだやめ。あ、本当は昨日聞いたことの一つでも言おうと思ってたんだが。ああ、え、キャー、これ何、え、どういうこと。指輪はめられたんだけど、あれ神谷くんルートじゃなかったのこれえ、うん、アイザック様いきなりキザだね。え、つまりこういうわけなんだ。どこで何がどうなったらこうなるのかわかんないんだけど。え、いきなりプロポーズされた女性の気持ちってのがわかんのかなこれで。これってもしかして。ちょっと順序が逆のような気がするが。いろいろすっ飛ばしてる気がする。俺と結婚してくれないか。マジっすか。え、すいません、めちゃくちゃね今混乱してますね。神谷くんルートどこ行った。結婚。俺のそばでずっとずっと
お嬢ちゃんの笑顔を見せていてほしいんだ。いや、気の利いたプロポーズの言葉だと思うんだけど、まあ全く絡みがなかったわけじゃないし、映画監督というか、まあ、映画原作者と主演女優だし、まあ分かんなくはないけど、まあ模範回答ですよね、アイザックのね、このプロポーズの言葉としては順序はあれだけど。ワカメどうする？ダメか。いや、ちょ待って待って、え、ダメって、そんなことは。でも突然のことで、私は、俺は知っての通り、はい、危ない橋を渡ってる男だから、いろいろと迷惑をかけるかもしれないが、まあすでに迷惑はいっぱいかけられたけど、だが何があったってお嬢ちゃんのことは守るつもりだ。まあああいう殺し屋だったら全然守ってもらわなくても弾当たんないですから。たとえこの体がボロボロになったとしてもな。え？それだけは約束する。必ずだ。まあ直接言ってくれてるだけ紳士だと思うよ。これがね、なんか手紙とか LINE とかだったら、なんだこいつってなっちゃうかもしんないけど、ちゃんと会いに来て言ってくれてるわけだからね。アイザック様、この指は古めかしいけどとても綺麗、長い間大切にされてきたものですね。アイザック様は母のことを特別に思ってくださっていたのではありませんか？お前、まさかワカメのことをそのお母さんの影と重ねてないか？そうだな、確かに俺はゼラフィーネさんのことが好きだった。だからってワカメを。お嬢ちゃんのこともゼラフィーネさんによく似てるって思う。ワカメはワカメでしかないぞ。おい、誰かになり変わるなんてことはできない。それで私のことも。だけどそれとこれとは話が違う。本当かよ。お嬢ちゃんとゼラフィーネさんは違う人間なんだからな。まあそうなんだけど、どうだいお嬢ちゃん、時間を欲しいな。即決するような案件じゃないからこれ。お嬢ちゃんは俺のことを嫌いかい？嫌いじゃないよ、全然。あの好きだよ、むしろ。あのワンでもね、攻略しましたから、十字架まみれにしてお札まみれにするぐらい好きだったけど、突然すぎて。いいえ、そんなことありません。私もアイザック様のことを好きです。お前どこで好きになってたん？結構パリになってたよ、アイザック。だったら、え？え？ワカメの笑顔がさ、すごいなんか怖い狂気の笑顔になってるんだけど、マジで？はい、喜んでお受けいたします。ええんか、それで。カミュ君頑張ってるって、毎日忙しそうって言って、え、幸せにしてくださいね。ああ、約束する、絶対に。マジでか。絶対幸せにするさ。いやいや、おお、え、これで終わりなの？マジで？え？終わっちゃったんだけどさ、何エンドなのこれ？アイザックルートのどのエンドなの？え？まあ確かに革命軍ついたりレジスタンスついたり、あっち行ったりこっち行ったりはして、どっちつかずみたいにはなっちゃったけど、え？まあ、じゃあ一応計らずしてアイザック攻略成功ということで、イエーイ、喜んでいいのかなこれ。俺てっきりあの神谷君ルートを突き進んでるもんだと思ってやってたんですけど、マジでか。ここ本当笑ったな。完全にもう別のゲームに なった瞬間ですからねこれ。ナオジ君、これナオジ君と一緒にいるとこういうのが見れるのかな。
一応真相自体はまああの黒幕突き止めて分かったけど、あいつ自身の考えを変えられていないから結局真相にはたどり着けていないってことなのかな。いかんせんね、あ、いたね、こいつこんないい笑顔するんだな。誰誰この人、え、お前もそんな可愛い笑顔すんの、え、マジか。いや、まさかのね、アイザックのプロポーズから、あの、本当あのプロポーズを受けた女性のごとく今、あの、混乱してます、僕。いかんせんね、選択肢がめちゃくちゃ多かったんで、何を選べばどういうルートに行くのかっていうのが、あんまわかんなくて、まあ、このままここにいれば革命軍突き進むんだろうなとかっていうのはわかるんですけど、まさかのアイザックだったな。これやりようによってはあのジークリードの野郎とかもじゃあいけるってことなのかな。2周目いきます、どうするべきなんだろう。まあ、ちょっと長いゲームなんで、あの学校が襲われるあの辺からスタートとか一回見たところはね、スキップスキップでやっていく感じにはなっちゃうと思いますけど、まさかのエンディングだったな。なんか高い高いされてんだけどさ、軽々持ち上げられてんな。進撃の巨人だ、誰なんだお前は、出てきてすらいなくないこの人、誰、何軍の人なの、どうした、何悲しい顔してんだお前は、黒幕の顔じゃないでしょあれ、奴らも攻略対象なんかな。確かにバラ咲いたりしてましたもんね。コナミさんね、本当に俺今わけが分かってない、どうしよう。こんでまたシステムデータを、あ、恋愛ポイント1407、視野ポイント4947、低くない、総合ポイント15354。あなたは非常に情熱的で一途な人です。神谷くんに対してすっげえ一途だったと思うんだけど、最後、大どんでん返しでアイザックに行っちゃったからね、コロッとね。しかし、人の好き嫌いが激しいので、敵を作りやすい点は要注意。また、あまりベタベタしすぎると相手が引くかもしれません。神谷くん引いたの？じゃあそれで？自分の整理の押し売りは控えましょう。そんなあなたのラッキーアイテムはマグカップです。今手元にありますけど。え？マジで？あ、まあシステムデータじゃあセーブします。はい、セーブしました。ほんでタイトル戻んのかな？戻るな。オッケー。じゃあちょっと頻度は落ちると思いますけど、真相を目指して、あの、今度カロッサ、あいつ、落とせば考え変わる可能性あるから、ジークリードのルートを模索してみようかなって思いますね。というわけで1周目完全初見でやったマイネリベツバイですね、まさかのアイザックとのアイザックと結ばれるエンディングになりましたが、まあ一応はねバッドエンドではない、エンディングを迎えられたので攻略自体はねできたのかなと思います。てなわけでじゃあ次回ね、時間空いちゃうと思いますけどジークリードルート、ゆっくりやっていきたいと思います。それではここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録していただけますと励みになります。それではまた2週目もしくは他のゲームシリーズでお会いしましょう。はい、バイバイ。